日本海を中心とした海底も含む地形日本海の中央にある水深の浅い部分が大和海嶺で、その中央に見える谷部を境にした下側が大和帯、上側が北大和帯。なお、大和海嶺の北にある広大な深みは日本海盆。大和帯と能登半島沖の大陸方の間にある深みは大和海盆である。大和帯の真南に見えるのは新沖帯。 画像は NASA の人工衛星ランドサットによる衛星画像。大和帯とは日本海のほぼ中央部に存在するこの海域で最大の帯である。国際名称は国際水路機関が用いる大和バンクをはじめとして様々なものがある。単径約 20km、長径約 130km、最朝上は水深 236m。 冷水海と丹流域の境界部にあたる浅水域であることから大和大周辺海域は日本海有数の工業場である。日本の環境省による管理上は沖合域の管理コードで沖合海底域326大和大周辺と呼ばれる水域の使用区域になっている。大和大はアジア大陸東園に沿って直線的な形でくっついていた小日本列島が 新生代、新大三期、先進予もしくは第四期、更新予に入って大陸から分離される、グリーンタフ増山運動の際、日本海の拡大のために発生した海嶺の一、断片である。現在は活動していない。沖諸島あたりから、日本海の中央部へ向かって、水没した巨大な半島のような形で伸びている、海嶺を、大和海嶺といい、日本海盆南は、 大和海盆に接している。大和海嶺は北西側にある北大和帯と南東側にある大和帯とで構成されている。これら二つの帯を半ば分割しているのは大和帯の北東から南西方向に走っている深さ2000メートルに及ぶ飛行場の落ち込みである。北大和帯トラフと呼ばれているこの谷部はおそらくは大和海盆の生成と 同時期か少し前に生成された生断層と考えられる。体が2つでなく3つに分かれていると捉えて、拓洋体と呼ぶ研究者もいる。拓洋体と呼ばれるその場所は、マト体の北東部にあって、やや独立している高まりである。これらのうち、北大和体と拓洋体からはおよそ2億年前に生成された花崗岩や花崗線緑岩が確認されており、 これら中世代前期の岩石が見出されることは、本州中央部の飛騨編成体の加工岩との類似から、古生代ないしそれ以前に生成された可能性があることも指摘されている。これに対して、大和体は中世代の脳皮流門岩が確認されていることから、中世代作り山活動の痕跡は確かにあるものの、新第3期または第4期にはこれらを貫いて、 安山岩及び玄武岩の噴出が大和海嶺、沖体周辺地域にあったと考えられ、その一部はアルカリ岩であることから、先進油から現世にかけての西南日本のアルカリ外系の激しい造り山活動と同時期に生成された可能性が高い。つまり、大和海盆の拡大以前の造り山活動によって、本州の西南日本の部分と同時に生成された可能性が高い。 日本列島がアジア大陸部から分離し、日本海が拡大した時の大陸地海の残存物と考えられる大和海嶺は日本海の中央部に位置する海嶺であり、冷水海と暖流域との境界部にあたることと相まって日本海でも有数の魚場となっている。表層の生産性が高く、そこからもたらされる有機物の沈降によって海底での生産性と、 生物多様性も高くなっている。戦術の通り、大和海嶺は、沖諸島から北東にかけて続く船体の北端付近にある。陸と海の地形をありのままに捉えれば、山陰地方の産地と沖諸島と大和海嶺は、繋がっている。つまり、山陰地方中央部の産地を基部として、沖諸島が、日本海に突き出し、それより先に、沖諸島より、 はるかに大きい九州ほどの広大な面積を持つ半島部が形成されているが、その半島部は水没しているということである。また、地磁期の分布上でも、大和大寺菊と沖諸島寺菊の2区は地続きになった一つの塊である。大和海嶺の最朝城は、大和大の北緯39度統計134度08地点であり、水深は236メートル。 北大和大の方は、水深397メートルとやや深い。発見の歴史については、発見施設にて小説する。測量艦、大和大和大及び北大和大という地名の由来となった、測量艦、大和19世紀末期の神戸港にて撮影。大日本帝国の水産公衆所海洋調査部に所属する調査船、天下もめ丸は、 1924年に日本海の地形調査を行い、日本海のほぼ中央部で未知の浅水部を発見した。最朝どころの水深は307メートルと計測された。この発見があるまでは日本海は一様に深い海と考えられていた。1926年、改めて大日本帝国海軍水路部の測量艦ヤマトによる精密測量が行われ、 最朝どころの推進として236メートルという数値を得た。これにより、新発見の浅水部は、大和の官名からとって、大和台と命名された。さらに、1930年になると、海洋気象台の海洋観測船、春風丸が、大和台の北にも、最朝所が推進465メートルの浅水部を新たに発見し、春風体と命名した。 しかし、翌1931年に測量艦ヤマトが精密測量を行ったところ、416メートルの最浅さ上を発見したため、こちらも測量艦ヤマトの名にちなんだ北ヤマト隊へと解明された。2019年10月7日、日本の排他的経済水域内で違法操業をしていた北朝鮮漁業船団の母船とみられる大型航船は、 排除活動を取る水産庁の漁業取締り船、大国に対して挑発するような動きを繰り返した。挙句の午前9時7分、北緯40度統計135度付近にて、大国のバルバスバウに左箇中央部から突っ込む形で衝突してきた。衝突が故意であったか判断ミスによる事故であったかは、判然としない。光線は老朽化して、 腐食の進んでいた船体に亀裂が入って浸水し始め約20分後に沈没した。約60名と漁業を行うには多すぎる人数の乗組員たちは海に投げ出されたが、お肉に乗り込んだ彼らは遅れて現れた別の航船が引き取っていった。北朝鮮のいつものやり口ではあるが、後日日本が意図的に漁船を沈没させたとして、 損害賠償と再発防止策を要求してきた。これに対して水産庁は事実を捉えた当時の映像を同月18日に公開して反論した。海洋問題研究家の山田義彦はこの件での北朝鮮の動きを厳しさを増した日本の取り締まりに抵抗してみせるプロパガンダと見た。水産庁が撮影した映像を見た山田は衝突してきた船が 最新のレーダーを搭載しているのを確認できるとし、水産庁の漁業取締船の動きを把握した上で、挑発していたと分析する。乗組員が多いのは、この船を母船として漁民は、周りの比較的小型の船に乗り移って、操業するのではないかと推定した。また、海上保安庁の負担の増加を懸念しながらも、危険を伴う国境最前線の警備は、 この事件の発生時がそうであったように民間人が操船していることのある水産庁の漁業取締船ではなく民間人がいない海上保安庁の巡視船が行うべきと指摘した。大和海霊はその存在が知られる以前から事実上は日本海を周辺の沿岸地域から利用する漁民によって漁場として利用されてきたであろう。 大和海嶺の大和帯と北大和帯は共に、イカ、サバ、タチウオの工業場として知られている。スルメイカ、エビカニ類などの水産資源の宝庫である。漁業対象に限らない水産資源及び鉱物資源などについては未だ不明な点が多い。日本によって大和帯が発見された1924年の時点では水域の領有権に大きく関わる。 大陸法という概念がまだ普及しておらず、従ってこの海域は公海であった。その後、1960年代に入ると、国際連合海洋法会議を通じて、大陸法という概念の国際的普及が進み、特定の海域を利用するにあたっての漁業水域の重要性が理解されるようになってゆく。そういった国際的な自流の中で、日本は1977年に、 漁業水域に関する暫定措置法を施行し、独自の漁業戦艦水域を設定して国内外に宣言した。これにより、大和体は日本が管理下に置く漁業水域となった。しかしながら、当時の漁業水域は、それぞれの国が一方的に宣言するというものであった。経済水域や漁業水域など、管理水域についての概念の多国間条約の、 下での統合を見るのは1982年のこと。国際連合でこの年に海洋法に関する国際連合条約が採択され、1994年に発行されると大陸法の概念と明確に統合された排他的経済水域という国際的共通概念が成立し、明文化もされた。日本の2年後の1996年にこの条約を批准する。 以来、山都体は日本の排他的経済水域に属すことになった。一方で、北山都体は属していない。山都体は資源豊富な漁場である。当然ながら、この資源は日本の漁業関係者によって大いに利用されてきており、イカ釣り漁、カニカゴ漁業、底引き網漁業などが行われている。とりわけ盛んに行われているスルメイカ漁は、 毎年の漁期が6月から翌年に1月まで続く。イカ釣り船がイカをおびき寄せるために用いる修魚島の強力な光は船団ともなれば光の束となって大気圏外からもはっきり見ることができるほどの規模となっている。その光の束は日本の排他的経済水域に含まれる大和帯で毎年の漁期に発生する経済活動である。 現在の大和隊についてであるが、外国船の不法操業が頻繁に行われている、問題の海域でもある。2017年には、朝鮮民主主義人民共和国が、漁獲戦闘の名のもとで、漁業活動を奨励したことから、大和隊にも、同国の木造小型漁船が殺到した。日本はこれに対処して、水産庁の漁業取締り船と、海上保安庁の巡視船が、 放水砲を打って排除する事態となった。アクル2018年には、海上保安庁の巡視船が、大和大周辺海域への侵入を防ぐべく、北朝鮮寄りの EEZ 境界線付近で、阻止活動を行った。同年の10月から11月には、海上保安庁の巡視船が、北朝鮮の高船型の大型漁船に、体当たりされて破損するという事案が2件起きたほか、 違法漁船の乗組員からの投石も受けている。一方、外洋に出るには、船体、装備ともに不十分な北朝鮮の漁船は、遭難が相次ぎ、天候不順が続いた2017年11月には、多数が沈没したとみられる。すべてが、大和隊付近からのものとは限らないが、2017年1月から12月21日まで、日本の日本海沿岸に到達した。 漂着船の件数は96件となっている。スルメイカ漁に関して、2017年の漁期は、北朝鮮漁船が流し網で乱獲したこともあり、日本側は不漁に見舞われた。石川県漁業共同組合所属のイカ釣り船は、このせいで1ヶ月繰り上げて、漁を終えている。水産庁が行った北朝鮮漁船への退去勧告は2018年までは千隻を超えていた。 2019年10月7日には、違法操業中であった北朝鮮船団の母船と、見られる高船型大型漁船が、排除活動を取る、水産庁の漁業取締り船、大国に対して挑発するような動きを繰り返した、挙句に衝突し、沈没した。詳しくは、2019年の北朝鮮漁船、衝突事件武士を参照のこと。北朝鮮による、 違法創業は2020年に激減したが、今度は打って変わって中国の漁船による違法創業が2019年2020年と目立ち始めている。北朝鮮には漁業権を中国漁船に密売した疑いが浮上している。沖合域とは陸とそれに比較的近い地域を陸とその近くと遠くに区別した場合の沖合の区域を言う。 生物多様性の観点に基づいて、環境省は、生物多様性の観点から重要度の高い海域を2016年5月9日付で、選定し、沖合域という概念の下で保全を図ることとなった。その一環として、海洋研究開発機構等の研究機関による調査研究の推進も行われる。この概念において、大和帯は、 沖合海底域326大和大周辺と呼ばれる沖合域に含まれる保全対象である。沖合海底域は区域の種類326は区域の管理番号大和大周辺は区域の名称。なお、日本の沖合域の実際は、領海の水深200メートル町の場所と排他的経済水域及び大陸方にかかる水域が含まれる。 天寒ボメ丸は、大和隊を発見した船である、水産公衆所海洋調査部所属の調査船。排水量161.0トンの木星汽船である、1918年12月完成。1923年9月に、関東大震災が発生した際は、同じ海洋調査部に所属する3隻の調査船、運用丸、北水丸、 春丸と共に被災者の救助及び救援活動に奔走した。1924年の調査で大和隊を発見、同年中に除籍。わずか5年ほどの短命で終わった自由については未確認。ありがとうございます。